やめチャンネル TV 始まるよ。川田行けよ。タグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー行け280ポンド作戦春樹255ポンドマスクドパンサー頑張れ赤コーナー240ポンド川田俊明川田270ポンド天竜伝四郎レフィーマイティー井上天竜さん木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。お気をつけください。キックを打っていきます。ブレンバスターにさせません。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。館内がどよめきます。エルボー、あっとエルボー掴んだ。チョップを連続で打ち込んでいきます。腕をフックします。技をかけてもこうやって読んでますからね、面白いですよね。本当にそうですね。ロックアップ、この辺りの関節攻撃いかがです。ちょっと浅いですね。そうですか。ハンマーが襲ってまいります。抱えます。強烈であります。 DDT ストンピングです。組み合います。ロープに振って回転下のキックです。行くのか。リング下に落とします。リング下に降ります。キックを打ってまいります。掴みます。ヘッドバットを打ち込んでまいります。ああこの辺り気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。組みに行きます。お気をつけください。組み合います。お気をつけください。チョップが上がってまいります。リング内に戻ります。リング内に戻ります。ロックアップ、コーナーに振ってパンチで返します。この辺りの攻撃いかがですか。いい攻めですよ。スタミナを奪うには効果的ですね。逆に振り返した、スピンキック、ローキック、打ち込んでまいります。掴みます。いやらしいステップキック、腰を落とします。後頭部円錐、ローを打ってまいります。鬼の形相で締め上げます。
に行きます。ネックブリーカードロップ、足を殺してまいります。スイッチしてまいります。ここでタッチです。腕を回します。打たせません。行くのか、対角線に飛ばした。ラリアット、相手を挑発してまいります。メキシカン式の締めを見せてまいります。ロープにブレイクしました。蹴りを見舞ってまいります。腕をフックします。あとリバースで返してまいります。抱えます。耐えます。重いチョップであります。場外に落とします。いや、素晴らしい動きですね。そうですね、素晴らしい跳躍力ですね。はい、10分経過。ダブル AR スペシャルに乗ってまいります。腕をフックします。ストマックに突き刺さります。組み合います。リング内に戻ります。行くのか、デンジャラスエリアから投げを見舞った。ここでタッチだ。一気に行くのか、場外に降りる、抱き起こす。あと逆に切り返した。すごい顔で打つ。リングに戻ります。リングに戻ります。腕をフックした。リバースで切り返した。抜くのか、あと逆に返した。ストンピングを叩き込む。頭を掴んでキックの速射砲がうなる。背後からキャメルクラッチに移行する。スイッチ、キャメルクラッチで強烈に締め上げる。岩壁の母の胸に抱かれました。気合を入れた。いけるか、15分経過。逆に返した。対角線に飛ばした。
サマーソルトキック、ストンピング、いけるか、投げていった、エンジーチョップ、グーの鉄拳制裁、あっと逆に蹴っていった、ガジェット組み合った、コーナーに振って、あっとコーナーに据え付けた、チョップ顔面キック、キック強烈、さあ決まるか、カウント2つで返してまいります、掴んだ、バックキック、立たせていく、強烈ジャンピングキック、場外に移行した、首根っこを掴んだ、強烈ですよ、後頭部痛打か、起こした、直下式バックアップ、奥歯を噛みしめた、これはポイントになりそうですね、そうですね、ここはチャンスですよ、リングに戻ります、さあタッチ、肉体を躍動させ、掴んだ、あーいやらしい攻撃だ、組み合った、ロープに振って、そのまま後ろに投げていった、バックを取って、バックドロップ完工、引っこ抜きか、あっと顔面、重い逆水平だ、エビに固める、3つは入りません、抱えた、 DDT 脳天、抜くのか、打たせない、頭を掴んで容赦のない攻めだ、小股に挟んだ、リバースで返した、ロープに逃れた、さあタッチ、抱えた、 DDT、奥歯を噛みしめた、あっと返した、全体重を乗せたエルボー、強烈タックル、エルボー強烈、あっとグーパンチ、読んでいます、まさに読み切り小説、ホールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ、だから何回もホールされるときついですよ、スタミナをロスするわけですね、エルボーダイビング、カウント3つ、カウント3つ入りました、今日は少しだけ疲れる日だったな、明日はいいことがあるといいな、今日のキラキラは今日のうちに消えた、明日のキラキラは明日探そう、なんとなくのんびり、なんとなく楽しい、山さんネイルTV、また見てね。